結局申請はできず、かぐや様は本当に頑固でどうしようもないですね。本当にどうしようもない人たち、どっちかが素直になれば幸せになれるのに。でも羨ましい。一度くらい私もあれくらい誰かを好きに。なんて。早坂、すぐ来て。篠宮家に代々仕える早坂家の娘であり、かぐや様直属のブアレット、アイルランド人のクォーターで金髪碧眼の少女。幼少期にかぐや様と同様の篠宮家の英才教育を施されており、彼女の無茶なオーダーをそつなくこなすことができる苦労人。本領を他人に知られることはご法度らしく、学校ではギャルモード、篠宮家ではメイドモードなどに切り替え業務に励んでいる。さらに、人は演じないと愛してもらえない、ありのままの自分が愛されることなんて絶対にないという考えを持っており、本当の素顔を他人に見せることはほとんどない。モチーフは竹取物語に登場する月寄りの使者、多くの役柄を演じているが、作者曰く全てが嘘であり部分的な本質、いつか本当の彼女も登場する機会があるかもしれませんとのこと。また普段の様子からは想像できないレベルのマザコンであり、学校行事に母親が来ないと知った時は涙目になり、電話越しに怒鳴ったり、直接顔を合わせると精神年齢が下がったような発言が多い。ただこれは幼少期に施されていた篠宮家の教育の反動だと推測される。実際に幼少期はほとんど母親と会えなかった上に、篠宮家の教育を受けていた際、かぐや様の横で涙ぐんだりガチ泣きしてるような描写も見られる。またグズは鞭で叩いてしつけるという手法をとっていたらしく、想像を絶する教育内容であったことがほのめかされている。そして篠宮一族には順法意識がないため、彼女は毎朝5時頃に起き仕事を始め、終了時間は夜の11時半頃となっている。ただこれは生まれてからずっと繰り返してきたことであるため、彼女にとっては当たり前のことである模様。しかし感情を完全に消すことはできなかったらしく、かぐやを裏切る形で数十年にわたり本家に報告を上げていたため、かぐやに対する罪悪感で心身ともにすり減っている様子が描かれている。作中のキャラクターの中でもトップレベルの容姿の持ち主でもあり、合コンに参加した時に男性陣から女子の中で一番レベルが高い同性である藤原や K からも超美人と言われるほどである。これには本人も自覚があるようで、美貌8からという考えを持ち、ギャルモード時のオシャレは自分磨きの一環である模様。ちなみに普段はコンタクトをつけており、コンタクトを外している時はメガネをかけている。成績は可もなく不可もなくであるが、内申書は全科目オールBとなっている。しかし白金との勉強会では教えることなんてないと言われていることから、成績はあまり目立たないように調整している可能性が示唆されている。ちなみに篠宮グループから給与が月50万、ボーナス年400万が支払われており、勤続10年で貯蓄額4000万オーバーと金銭的に困っている様子は全くない。ただ以前行われた進路調査では転職希望と答えていた。ハーサカちゃん、スミシー、ハーサカ、初期の対白金容疑隊、横浜市中区山手に住んでいる、そこそこいいところのお嬢様、退屈な学園生活に嫌気がさし、男を漁っている、青春ハビ、であったが、最近マジになれる男性を見つけた、という設定。かぐや様のお見舞いに行った時に、会長が出会ったメイドの、普段の姿ということになっている。ただ、合コンの一件で、白金には、本領の情報を一部開示したため、彼に対しては、対篠宮家議体の延長線上のようなキャラになっていた。ちなみに、この議体では、藤原を欺くのは難しいらしく、藤原の前で、この姿を取ることはない。校内議体早坂愛、学内で演じている、ギャルモード。おしゃれが大好きで、校則を破りがちな、元気印の女の子。服やアクセを買い漁るために、バイトに精を出し、なかなか友達と遊ぶことができず、実は、男性との付き合いも、したことがないのが悩み、という設定。制服を着崩しているため、風紀委員である、E の巫女からマークされているが、彼女は雑魚なので、軽くいなしている。ハーサカくん、対藤原容疑対断層、ジャガイモ基金の影響で、移民になってしまった、アイルランド人の末裔。中東に流れ着いたところを、紛争で両親を亡くし、孤児院で能力を伸ばし、ハーバードを飛び級で卒業し、父方の祖父の故郷である、日本を訪れた際に、財閥幹部にスカウトされ、道楽で執事をやっている、ちょっぴり泣き虫な男の子、という設定。藤原に正体がバレないように、設定を盛りに盛りまくったため、このようなとんでもない設定になった模様。
そして藤原に、僕は男の人に惹かれない感情を抱かない、と言ってしまい、さらに設定が盛られた。また、様々な要因が絡み合った結果、藤原は、会長が、早坂くんを女として見ており、特別な感情を抱き、自身の思いを、ラップに乗せて伝えようとしている、と思い込んでおり、彼女は、アブノーマライズな関係に思いを馳せ、鼻血をボタボタと、垂らすごとになった。対篠宮家早坂愛、かぐやを含めた、対篠宮家用の擬態、作中で、最も多く登場している擬態であり、何でもそつなくこなす、クールなメイド、かぐや様のわがままに時々反発し、少し生意気な態度を取りつつも、深い愛情を注ぎ、主従を超えた、姉妹のような関係を築いている、という設定。ただ、かぐやのために、幼少期の、心の支えであった、母との思い出のノートに、躊躇なくハサミを入れている様子から、他の擬態のように、嘘はついていないが、少し猫をかぶっている状態だと、推測されている。篠宮かぐや、自身が使える主人であり、幼馴染であり、姉妹のような人物、主人であるが、手のかかる妹、という認識も持っており、かぐやからも、同じように大切に思われてる。基本的に、彼女の言うことを着実に遂行するが、無茶ぶりがひどすぎたり、アホ同然の命令を出され続けると、さらっとバカにしたり、意趣返しすることがある。学内では、あくまでクラスメイトとして接しているため、陰から彼女をサポートする形になっている。白金みゆき、主人の思い人であり、男友達。学内では、ほとんど交流がないが、篠宮家の別邸で、早坂が応対した際、彼に、スミシー、早坂と名乗ったため、その後も、早坂として交流を深めた。また、かぐや様の無茶ぶりで、白金を落とせるなら、やってみれば、と煽られ、男なら一コロであろう仕草で攻めまくるが、彼の気持ちが、一年生の頃から定まっていたため、玉砕する。その後、合コンに無理やり参加させられた時に、白金に仕事の一部を打ち明け、改めて友人となった。藤原貴香、友人であり、警戒対象。学内では友人として対応しているが、行動や思考が読めないため、対象藤原とコード名をつけ、最大限に警戒している。また、文化祭編以降、かぐや様に、キスマウントを取られ続けたのが原因で、何を思ったのか、彼女の唇を無理やり奪い、彼女を困惑させた、マスメディアコンビ、かぐやの周囲を嗅ぎ回っているコンビなので、要警戒対象としてマークしている。エリカは、かぐやとろくなコミュニケーションが取れないため、雑魚という認識だが、カレンの方は、実家が大手出版会社なので、警戒度が高い。学内で、かぐや様とトロしたのを、かなり距離があったにもかかわらず、エリカに探知されたのをきっかけに、かぐや様のファンクラブメンバーとして、付き合わされる羽目になった。ただ、マスメディアコンビは、かぐや様の荒探しをしているわけではないため、完全な取り越し苦労である、ということを、早坂は気づいていない。篠宮一族、篠宮グループは、四大財閥の一角であり、日本国内で絶大な力を有する。しかし、本編開始の、数十年前に、篠宮家お家騒動が発生しており、その時の内部抗争で追放された人間たちが構成した、企業こそが、市場グループであることが、明かされている。当時の高度経済成長期に行われた、篠宮財閥の、利己的戦略は、とても人道的と反えず、篠宮グループ内部で、穏健派と過激派による、激しい内部抗争が発生した。しかし、穏健派と過激派の抗争は、収束することなく、ついに死者が出るほど加速することになった。最終的に、穏健派、篠宮グループから追放され、抗争の犠牲者たちの、名を取り、市場グループと名乗り、会社を立ち上げる。そして市場グループは、篠宮グループの妨害工作の手が及ばない、海外に拠点を移し、篠宮への憎悪を原動力に、多国籍企業として、急成長していった。さらに、かぐや様たちが、高校2年生の終盤において、市場グループの外資系部門は、フランス銀行との経営統合が成功し、資産1兆ドル企業の仲間入りを果たしている。その結果、資産だけを見れば、市場グループは、篠宮グループと肩を並べるほど、強大になった模様。また、市場家の人間曰く、あの一族は腐っている。篠宮は日本の癌であり、誰かが、篠宮一族を取り除かないと、日本に未来はない、と嫌悪し、篠宮家お家騒動以降、篠宮グループは、企業体としての理念が腐り果てており、自身は、他者を害する力を持つ存在と誤認し、心に邪悪が根付いている、と語っている。ざっくりではありますが、以上が、早坂愛と、篠宮一族に関する、解説になります。それでは、今回は、このあたりで終わりになります。ご指摘やコメント、皆さんの考察などありましたら、気軽に書き込んでいってもらえると嬉しいです。